アイテム番号 SCP-381JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-381JP はサイト81の標準人型収容セルに収容します。収容手順は標準人型オブジェクト用プロトコルに従うほか、食事面で甲殻類アレルギーに配慮してください。月に一度オブジェクトのうつ症状に対する精神科医の診察が行われますが、担当医はあくまで診察にとどめ、独断で治療行為を行わないよう注意してください。説明。 SCP-381JP は1990年に東京都で出生したとされる日本人男性です。オブジェクトは収容以前に民間人から受けた複数回の暴行により箇所にわたって障害の痕跡があります。左目は失明しており、右足に若干の歩行障害を残しています。 SCP-381JP の異常性は何らかの負傷、疾病もしくは死亡状態にある生物、以下対象者1をオブジェクトが直接視認している状態で異常性の発揮を望むことによって発現します。脚注1、人以外の対象者実例は2体の家犬と1体の赤星インコのみが知られています。この行為によってオブジェクト及び対象者の斜め情報にオブジェクトと向かい合う形で SCP-381JP1 実体が出現します。 SCP-381JP1 は多くの職員に仏像のようなと形容される容姿の目視による測定では身長約182の人型実体です。 SCP-381JP は神様と呼んでいます。財団の美術史学者の観察によれば、平安時代末期の日本で制作されていたタイプの仏像に酷似しており、外見による性別の推定は困難です。また笑顔とも冷淡とも判別しがたい表情をしていますが、この特徴は同時代の仏像の願望に広く見られるものです。 SCP-381JP 出現時の写真による判定では 48% の職員が笑顔、 52% が冷淡な表情に見えるとコメントしました。 SCP-381JP1 とは音声による会話が可能ですが、常に SCP-381JP との未会話を行い、第三者によるコミュニケーションの試みには一切反応を返しません。ただし SCP-381JP に対して発せられた SCP-381JP の発言を第三者が聞き取ることは容易です。SCP-381JP1 が出現すると、SCP-381JP は対象者を健康な状態に回復してくれるよう SCP-381JP1 に対して懇願します。それに後続する現象は、パターン A、B に大別されます。パターン A は、SCP-381JP の懇願に対して SCP-381JP1 がうなずく動作をした場合です。対象者は未知の過程を経て瞬時に回復します。この過程が財団収容下における管理された実験状態で発生したことはありません。しかしオブジェクト収容以前に民間人によって撮影された記録及び彼らの証言から、パターン A が過去確かに発生していたことが確認されています。パターン B は、SCP-381JP1 が SCP-381JP に対して首を左右に振る動作をした場合です。対象者の回復現象は起こりません。その後 SCP-381JP1 は SCP-381JP の懇願を聞き入れなかった理由を口述します。容姿は SCP-381JP が異常性を発揮しようとした動機が純粋に対象者のためを思う真の利他性から出たものでなく、何らかの利己的動機を含んでいたという指摘です。パターン A、B いずれの場合であっても完了後に SCP-381JP1 実体は消失します。ただし、財団収容下における SCP-381JP1 出現実験は全てパターン B の結果に終わっています。SCP-381JP は、
その父親がオブジェクトの特性に着目して創設した新興宗教団体において、信者から、救世主、生き神様、神の子、救い主様、といった通称で呼ばれており、年頃から最低でも、回にわたりパターン A 自称を発生させていたと思われます。しかしながら記録によれば、オブジェクトが、歳になる頃からパターン A が出現する確率は顕著に低下していき、歳頃には全ての異常現象がパターン B に置き換わるようになりました。このため父親をはじめ教団関係者はオブジェクトに失望し、執拗な虐待を繰り返しました。201年、報道を通してオブジェクトの異常性を察知した財団は、カバーストーリー、心霊治療詐欺、を適用して教団を解散に追い込みました。SCP-381JP は他の幹部と共に逮捕されましたが、B クラス雇用手続きによって財団の管理下に入り、直ちにユークリッドオブジェクトに指定されました。SCP-381JP は過去の体験から、SCP-381JP-1 を出現させる思考を行うことに抵抗感を抱いていますが、職員の指示には従順です。実験ログ、日時2010年月日、実験者、博士、実験場所サイト、81、標準実験室、実験内容終了済み D クラス職員の死体一体を用意し、SCP-381JP に復活させるよう指示、実験結果パターン B、SCP-381JP-1 は、復活できないと非難されるのではという SCP-381JP の心配を利己心として指摘した。直後、SCP-381JP は、博士に向かって土下座をして謝罪した。以下はその会話記録。SCP-381JP すみません。すみません、博士どうしたのかね。SCP-381JP、泣きながら、すいません。俺が、余計なこと考えたから、あなたの大切な人を、生き返らせれなくて、博士待ちなさい。大切な人とはこの死体のことかね。これは単に君の特異性を確認する実験のために持ち込んだものだ。私は生前のこれと面識はないし、生き返らなかったからといって君を責めるつもりはないよ。SCP-381JP、土下座したまま、博士の表情を盗み見るように顔を上げるが、再び落とす。すみません。博士そう謝ってばかりいなくてもいいよ。SCP-381JP でも、実験を失敗させてしまって、博士実験は失敗ではない。できなかったということを確認できた。それも科学では重要なことなんだ。SCP-381JP ごめんなさい。インタビューログ、日時2010年月日、博士、谷、23の首髄損傷を治そうとした時のことを教えてほしいんだが、SCP-381JP、驚いた表情で博士を見つめる。博士、君が中学時代に治そうとした同級生のことだ。SCP-381JP、うつむき、涙を流し始める。博士落ち着いたらでいいから話してほしい。SCP-381JP、谷さんは、電車の事故で、首を怪我して、体のほとんどが動かせなくなったんです。博士、彼女は、君ともそれ以前から仲が良かったんだよね。SCP-381JP、はい。彼女のお父さんとお母さんが、車椅子を押してきて、病院でも治らない。もう神様にすがるしかないって言われました。博士、その神様とは、私たちが SCP-381JP、1と呼んでいる存在のことだね。SCP-381JP、うなずいて、俺、本当に、谷さんに元気になって欲しかったんです。それで手を握って、絶対助けてあげる。って約束して、神様を呼んで、約束したのに、おえつ、博士だが SCP-381JP、1は拒否した。それはなぜか言ったかね。SCP-381JP 神様は、俺が本当にその人のためを思ってないからって、直したら、谷さんが俺のことを、好きになってくれるかもしれないと思ってるって、声を上げて泣き始める。博士続けて、
SCP-381JP。 谷さんは泣き出して、お母さんが俺につかみかかって、どうして、どうして、って泣きわめいて、僕を床に引き倒したんです。それから俺の顔を、彼女のお父さんが蹴ったんです。このエロガキが、って怒鳴られて、何度も、何度も蹴られて、博士それが、左目を失明した原因なんだね。SCP-381JP。はい。博士インタビューを終了します。ポイ1。オブジェクトに対する精神治療の可否について、研究者間では意見の対立が見られます。SCP-381JP は自己収容に近い状態にあります。彼のうつ症状の原因になっている虐待と罪悪感の記憶は、異常現象をパターン B に留めるのに役立っているからです。すなわちオブジェクトは虐待の過去ゆえに、パターン A 発生を成功させて虐待を免れたいという、利己心を強く持たざるを得ず、それゆえにパターン A は抑制されているのです。憂慮すべきは、財団収容下においては虐待が行われていないことです。パターン A 発生に失敗しても誰にも責められないという体験が繰り返されることは、自己収容性質を弱める恐れがあります。SCP-381JP には意図して短気な研究者をあてがい、パターン A 発生を強要するように指示すべきだと考えます。オブジェクトの恐怖心とうつ症状は維持されるべきです。研究員。現在の収容方法が SCP-381JP。一の思うツボでないか、疑ってみるがいい。あの仏像もどきの言葉が本心である保証はどこにもない。奴の能力が治療や死者の蘇生だけに限られるのかどうかも、誰一人確かめたわけでもない。単に SCP-381JP はそれしか願ったことがないというだけだ。SCP-381JP。一は実際には、SCP-381JP の利他心などどうでもよいのかもしれない。もし奴に悪意があり、その真の能力が、SCP-381JP が望んでいる、ことを条件に発動できる強力な現実改変だとしたら、SCP-381JP-1 は、SCP-381JP を苦悩に満ちた状態に置き続けることで、いずれ彼が世界を呪うようになるのを待っているのではないのか？君たちは思い出すべきだ。奴に最も似ているという仏像が作られていた平安後期が、末法思想が一種の終末論として流行していた時代だということを、博士。ポイに、SCP-381JP、一の表情についての参考写真を、パターン B における、拒絶、反応の瞬間の写真に変更したところ、72% の職員が、笑っているように見える、と回答しました。博士の推測については検討中ですが、現時点では収容状態継続のため、オブジェクトへの精神治療は保留されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。